さあマスティモ、その力を見せなさい。マスティモの力で平行世界への入り口が開いた。あなたの探し物はそこで見つかるでしょう。バルバモンにそれまで蓄えた僕の力をこっそり奪われ、だからバルバルをボコってブイブイの力を取り返す。主に君だって。メロレロワールドから来た助っ人よ。
実力ってね。行くぞみんな。君がいてくれてよかった。というのにわざわざやられにく、お前たちから奪った力でわしは大大大魔王となり、ところでどうじゃ、もしもわしの配下になるなら世界の4分の1を。好きあり。とは触れてやる。帰り口にしてくれるわ。来た来た来た。
せい。いい加減に技の名前くらい覚えてよ。そう？まあいいじゃん、あったし。お、覚えておれ。わし。ありがとね。んで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 、これが君の会いたがってたブイブイことアルフォース V ドラモンで。リナ、君は本当に軽いな。それで、そっか、君の世界が大変なことに。分かったよ。次、リナ、僕は。うん、分かってる。行ってらっしゃい、ブイブイ。私はいつだってブイブイのことを応援してる。たとえそれが、と、リナ。もう、早く行っちゃいなよ。涙なんて。目的は果たしたわ。それじゃ入り口を開くわ。リナ、僕絶対帰ってくる。ブイブイ、必ず。リナ、リナ。お帰りなさい。これであなたはスレイプモンに対抗する力を。うむ、あの美少女に感謝しなければ。お礼として全財産を貢がなければ。あれ、なぜだかお前菜が食べたい。おわん。リナ、来ちゃった。来ちゃったじゃないよ。さっきの感動的な別れは、僕の涙は。ブイブイ行くところ、あたしあり。てかパルコ、ほんとに無茶したわね。生身の体で熟練あり？問題あり？問題かどうかはあなたの受け取り方次第ね。次元だから、あなたは今肉体から無理やり分離されて電脳た…へぇ…電脳…リナ、
分かってないだろうから言っておくけど、電脳体っていうのは僕たちデジモンみたいなデジ…そうなの？私デジモンになっちゃった？っていうか、あた…残念ながらあなたの体は無事よ。戻る気になったら私に言いなさい。送ってあげる。そうなんだ、ならよかった。言ったかしら、覚えてないわ。でも平行世界は私が残念ながらと言った世界と、言ったかもしれないけれど言わなかったような世界。おおっていうか、あり？二人は知り合いなのかって？そうね、とにかく次元時空の移動にはかなりのリスクがあるわ。できるだけおとなしくしていなさい。リナにおとなしくしろだなんて確かに無駄かもね。けどやっぱりリナがいてくれると。さあ、その暴れ者を止めに行こう。スピード勝負なら。人間め、証拠にもなくまた来た。させないよ、今度は僕がいるからね。助っ人というわけだ。あんたね、話は聞いたわよ。随分と暴れ…どうしてだ。電脳空間にあふれる人間どもの悪意が、ダイレクト証拠が私を突き動かす。様子がおかしいよ。壊したい、壊す。欲望の赴くままに行動する。それが人間の歩行の電脳空間ごと現実世界を破壊してやる。愚か。はぁ、何それ、人のせいってこと？自分の破壊、自分の行動の責任は自分だけにしか取れない。そんなこと私だって。なんだと？あんた全然私たちのことも分かってない。だから軽く。生意気な小娘が私を止める。ブイブイ、やっちゃいなよ。パーッとツー。オーライ、さあ行くよ。何度でも振り切ってやるわ。氷の世界。
スピードについてくれたとどめ？何それ？おのれ、情けをかけるつもりか？違う違う、言ったじゃん。じっくり話し合わないと。私としばらく一緒に旅でもしない？私もブイブイもまだこっちの世界にいるつもりだ。私が人間と旅だと？だって人間の嫌なところばっかり見ちゃったみたいだしさ。だからしばらく一緒にいれば誤解も解けると思うんだよね。それが本当に誤解であれば、もしこの世界でいいところが見つからなかったら私たちの世界においで。そんなバカ。わあ。いいだろう。その能天気さに免じて、その代わり人間のいいところが見つからなかったと。それじゃあ僕たちの力が必要になった。そうか、おそらく実際は駆け巡っていただけで被害は出ていない。しかし篠宮里奈という娘ともあれ、アルフォース V ドラゴンは得難い戦力だ。三神楽ミレイにも感謝しなければな。そうだ、彼女のために。なんだその微妙な顔は。彼女が私の、今まで秘密にしていたが、彼女は私の祖、私の四大傑作レシピの一つ、カツオだしとバルサ。なかなか順調にロイヤルナイツを仲間にできているようだが、ドゥフトモンもこちらの動きは承知しているわ。
ほう、伊達くんからの通知。おい探偵、今度は浅草に例の。私たちは今そっちまで手が回らねえ。様子を見に行ってくれ。うん、今ので依頼をしたつもりなのか。ごたごたのせいで契約周りが曖昧になっているようだ。経営としては問題だが例の化け物、いいさ、君の出番だぞ。場所は浅草。